川上村っていうところに入っていきます。途中ね、トイレ休憩的な降りれるところがありましたね。あ、でも雰囲気はね、ダム湖の町っていう雰囲気ですね。なんか工事を建設した時のなんか雰囲気が残ってるような感じがしますね。本当に僕はね、まあ、ダム湖は大嫌いなんですよね。ダム湖のね、岸辺、水がある場所の際がね、なんかね、不自然でね。次は中井戸です。好きになれないんですよね。降りの方は大沢さんでお知らせください。木が生えてないところが見えるのもなんか好きじゃないし、なんか不自然さを感じてしまうんです。で、結局ですね、あ、橋が見えますね。これは繋がってないですけど、昔の生活道路だったかもしれないね。ダム湖のね、水も嫌いなんですよね。青子食のダムの水なのに、時々さ、ここはどうかは分からないけど、観光誘致してですね、ボートに乗りたいようにしてたりですね、そういうところもあります。あと、せっかくダム作っても、ダムこのところにね、砂とか泥が溜まってですね、その作業をするためにね、わざわざお金をかけてですね、汲み取ったりする作業をやらなくちゃいけないよ。天竜川なんかでもよく行われているのを見たことがあるんですけどね、一つの電気を起こすためにものすごい経費を使っていたりするんですね。まあ、でも税金とかいろんなところからお金が流れてきて、もう一体どうなってるのか分かんないような、田んぼで働く職員のために維持するみたいなね、なんかよく分かんないことになってるのがね、僕は絶対的に嫌だなぁと思うわけですね。高圧電線のご乗車ありがとうございます、ね、すごい設備、国道169号、あれはどこの土地の所有物かなとかさ、寺会社経由、こんなことが来ると嫌になってくるんですよね。です、お米のマークなんかサブデータが建物が立ち並んでいて、すごいいい場所ですね。乗降中やもう一つ優先させる場合がありますので、柏木郵便局っていうんですかね。ここからは入場交付さんに、ここにはこの生活圏というものがある。でもなんか工事中みたいな感じで、確かですね、水害が起きてちょっと時間が経ったぐらいの段階だったと思いますね。山深くて太陽光が上がると、梅雨時の雨とかさ、雨前線とかね、なんかそういう被害が起きたようなところだったような印象がありますね。そんなところをですね、バスで通り抜けていきます。本当にね、自転車旅ではね、ここはね、来にくいところなんですよね。安宿もないし、キャンプ用品を持っていくとかさばるし、なんか被災してる感じがありますね。ブルーシートがかぶさっていたりですね、山深いところでございます。谷には川が流れ、背の高い山に囲まれ、その脇の斜面をね、縫うようにバスが走っていくというね、
時折ループになったような道を通っていきます。トンネルもくぐっていきます。やがてですね、川上村っていうところから離れていきますね。トンネルをくぐっていくと上北山村っていうところに入っていきます。もう奈良県の奥地という感じがしてきますね。まあ奈良県っていうのは内陸の県で海のない県なんですけどね、海がない代わりに山が深い、山の海、臨海、山海みたいな、よくわかんないけどね。もう本当に標高の高いところをねバスで通り抜けていく感じですございます。山が好きな人にとってみれば天国なのかもしれませんけどね。ゲームの信長の野望なんかやるとですね、この辺はですね本当に何も道がなくてですね、和歌山県の方から三重県の方には通り抜けられないんですよね。高取城っていうお城を奈良県の一番南のところに建てられたと思うんだけども、高取城だったっけかな、まあいいや、まあ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 、これもね途中のバス停ですね。川の対岸になんかね、なんか施設が、温泉の施設があったんだな。長いって行くんだけども、やっぱりダム湖から流れてくる川なのかなみたいなね。でもこれ進行方向に流れているっていうことはですね、もしかすると太平洋の方に流れてるのかな。でもね、わかんないですね。一概にどうこう言えませんね。川を挟んで建物が立ち並ぶ、そしてどこにでも橋があるわけではなく、限られた橋をね生活の橋として使いながら生活が成り立っているというね。だから橋がないところの対岸投資っていうのはちょっと距離感を感じちゃうような、近くて遠い対岸の暮らしみたいなね。まあ東京都内でもね、たくさん線路が間にあって、対岸、その対岸にある生活圏とね近くて遠い関係っていうのがありますけどね、ここでは川を挟んでそういう感じがありますね。山深いところをバスに乗って通り抜けていきます。この辺で確かね降りたと思いますね。上北村、上北、このね古代、本当に古く、古い代と書いて古代というバス停で降りましたよ。上北山かな、上北山村から下北山村に入っていきます。奈良県でございます。下北山村です。今回の動画のね旅の日程の中を紹介したいと思いますが、今回もね、まとめてね紹介しようかなと思っていまして、とりあえず野々地自転車全国市区町村旅、旅425から441日目、2020年の6月20日から7月7日に旅をした時の、近畿 西日本ルート編、27週目まで紹介しているんですけども、今回は24週目のところも通るということですね。27週目の中の24週目の
シリーズとしてお送りしたいと思っています。なんかねうまくいかないんだよな、そういえばいいのかな。で前回の説明した時は、奈良県のねこの桂木というところでね、ネットカフェに泊まったところで終わったんですけどね、奈良県で、次の日ですね、6月21日かな、6月21日でございますね。で、ネットカフェからスタートして、以前ね同じネットカフェに泊まったことがあるんですけど、その時の朝の行動と一緒でございますね。大和田高田市のね近鉄の駅まで行って、そこから輪行して、まあここずっと輪行して通っていたところでね、橿原とかね飛鳥村とかね、がですね、高取で、ね、ここはねちょっと逆なんだよな、そうなんだよ、逆なんですよ。今は このまま紹介しますね。五瀬を通ってから、多分ねここはね通ってなかったと思う、通ったかも、まあいいや。とにかく五瀬を通って、そして大淀町に入ったわけですね。で、ここのね、なんとかっていう駅、動画の中では紹介しておりますね。その駅から、バスに乗るんですけども、バス停がね、ちょっといまいちわからなくて、バスの終点がちょっと歩いたところまでは、で、バスの終点から乗るという感じでね、バスに乗ったわけですね。で、バスに乗ったまんま、以前自転車旅がしたところ、吉野町を通り抜けて、そして川上村も通って、上北山村っていうところがあって、その一番最後のバス停で降りましたね。で、自転車に乗って、下山北村を通って、で、和歌山県の飛び地ね、飛び地のところ、そこを通って、そしてまた三重県ね、三重県の熊野市に入って、で、熊野市からね、輪行するんですよね。紀勢本線かな。大和瀬のね、一番最初の駅まで行って、で、ちょっとだけ自転車乗りましたね。そしてまた同じ駅から引き返していて、熊野市を通り抜けて三浜っていうところを通り過ぎて、輪行したままね、紀宝町を通って、夕暮れ時にね新宮のね駅に着きますね。そして泊まるという、この日程の中をねちょっと何分か通過して紹介しようかなと思っておりますね。まあ最初のね、ここら辺、川北村あたりまでは、以前は来ているんですけどね、ちょっと見にくいですけど。あとの場所は、初めて、今回の旅で来る場所ですね。はい。まあ、どこが何周目っていうのも一応あるんですけどね、省略しましょうかね。野々地市カウンター、これまで旅した日数は441日ね、自転車旅としてね、そうですね、外国で自転車旅をやったのは2カ国、韓国と台湾でございます。これまで旅した都道府県の数、自転車旅でね44カ所、1326カ所の市区町村旅費をしております。今回はまず奈良県の旅から始まりましたね。奈良県で今回の日程の中で初めて行った場所、
み切った、かみきた山、かみきた山、下北山、初めてですね。で、全部で39箇所行きますね。そして三重県に入っていきました。三重県ですね。三重県内で今回の日程の中で初めて行ったのは桑野、尾鷲で、列車で通り過ぎただけなんですけど、美浜、紀宝、全部で29箇所。まあ、多分これ全部でね、三重県は旅していると思いますけどね。そしてそのまま和歌山県に入っていきました。和歌山県内、今回の日程の中で初めて行ったのは、飛び地のところね、北山村っていうところ、あと新宮ですね。そう。全部でね、30箇所行く予定になっております。位置関係ですけどね、東京都世田谷区をスタートしてぐるぐる自転車旅を続けておりますね。小笠原なんかもね、番号順的につながっております。そして今現在番号順につながっているところはですね、26周目っていうところですね。三重県、奈良県、そして京都、大阪、兵庫と続いて、このね、新温泉町というところがあって、そこまで番号が続いています。このあと秋田県の方は番号が続いていない。そんな中、今回の旅の日程の中なんですけどね、奈良県の葛城っていうところ、これですね、28周目の奈良県の葛城っていうところからスタートして、高田市って輪行してでですね、じゃあここら辺だな、橿原、飛鳥、高取で五瀬っていうところを通って、大淀っていうところですね。ここからバスに乗るわけですね。そして吉野村、ここ吉野村を通って川上を通って、そして上北山、南北山を通って、でですね、それで和歌山県の飛び地のね、北山村っていうところ入っていって、で、三重県の熊野に入って、そしてちょっと輪行してですね、尾鷲っていうところに行って、そしてまた引き返して熊野を通って、で、三浜、紀宝っていうのを通って、輪行しながらね、そしてこの新宮っていうところで止まったということですね。